ーはナイン自動車の提供でお送りします。まずは前節の結果からです。カターレ富山は昨日富山市の県総合運動公園で10位のファジアーノ岡山と今シーズンの最終戦を戦いました。前半11分、カターレはセットプレーから先制点を奪われ折り返します。さらに後半の開始早々4分に追加点を許し、長年チームを支える苔口、木本、朝日選手を投入し積極的にゴール前に攻め込みますが得点にはつながりません。後半40分には勝敗を決定づける3点目を入れられ0対3で試合終了。カターレは地元サポーターの前で今季最終戦を白星で飾ることはできませんでした。試合後の最終戦セレモニーでは安間監督、選手、スタッフらがメインスタンド前に整列。三國康選手が来年は必ず勝つ、これからも応援してほしいと挨拶。そしてこの街で同じ夢を見ようという横断幕が掲げられ、スタンドから来年も一緒に戦うと力強い声が飛んでいました。今日はスタジオにミッドフィルダーの森泰二郎選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてプロフィールをご紹介させていただきたいんですが、富山北 FC 時代には全日本少年サッカー大会で準優勝の経験を持っておられます。富山第一高校を卒業後、カターレ富山の入団が発表されまして、カターレ富山ではクラブ創設以来初となる地元出身の新卒選手として注目されました。2014年佐川印刷京都へ期限付きの移籍、そして9月にカターレ富山に復帰して、前節の千葉戦から昨日もですがスタメン出場ということで、昨日そして前節の千葉戦なんですけれども、テレビを見てましたら解説者の方が随分と森選手の動きを褒めてたんですけれども、ご自身は手応えなどはどうですか？手応えはあったんですけど、チームとして負けてしまっているので、まあそこは ね。でも自分では調子が上向き、まあずっと練習中から、まあ動きは良かったなっていうのを実感してたんで、メッセージ届いています。ラジオネーム富山の沢井さんです。こんにちは森選手、今シーズンはお疲れ様でした。佐川印刷京都から復帰して初スタメンだった千葉戦での先制点のアシスト、また昨日ゴールにはなりませんでしたが思い切ったミドルシュート、まさにお帰りなさいという感じです。試合前にこうやっていこうというような、なんか思いとかはあったんですか？もう最後だったんで、勝つことしか考えてなかったです。昨日は選手の皆さんの雰囲気はどうでしたかね？まあ、やっぱり降格してしまったっていう責任をみんな感じてたと思います、はい、でもスタンドからはね、あったかい声援もありましたよね。そうですね。で、4800人を超えるサポーターの皆さんが応援に駆けつけてくれました。そのお一人がラジオネーム竹おばちゃんです。昨日孫3人連れて試合見に行ったがやぜ、泰二郎36番の一生懸命の姿を見たら涙が止まらんだちゃ。試合が終わった後、空に向かって一番指さしてくれた。孫3人大喜びだったちゃ。来年も活躍期待しとるよ、頑張れ泰二郎、というあったかいメッセージが寄せられたんですが、はい、竹おばちゃん知り合いだったりされ、知り合いですか、はい、どういう知り合いなんですか？いや、もう小さい時すごいお世話になった近所の、近所のおばちゃんなんだ。へえ、じゃあちっちゃい頃からずっと応援してくれてるんだ、はい、そうですね。家の周りでも、はい、こうサッカーの練習してたりしたんですか？あ、してました。壁にぶつけながらとか、公園でみんなでやったりとかですね。あ、みんなで、はい、富山北 FC のメンバーと、てか近所の？近所ですね。あ、そうなんですね、はい、じゃあ今でも近所ですよね、竹おばちゃん。いや、今引っ越しして。あ、そうなんだ、はい、へえ、ね、お孫さん3人もね、サッカー憧れてたりするんじゃないでしょうかね。もうお一方、ラジオネームカタカタさんからもメッセージをいただいています。9
苦しいシーズンでしたが、森選手のプレーぶりには富山の希望が見えます。ぜひ来年の目標、そして決意を聞かせてください。そして一緒に J2 復帰を目指しましょうということですね。来年の目標、今から選手の皆さんってオフに入られるんですか？はい、そうですね。練習はいつまであるんでしょうか？練習はまだ決まってないんですけど、一応3日12月の、はい、12月の3日までは草島のグラウンドに行ったらカターレ富山の選手の皆さんは練習してる、はい、でオフに入ったらやっぱりみんなそれぞれ個人で体作りとかされるんですかね？そうですね。来年に向けての決意を聞かせてほしいということなんですが、はい、まあ、まだ何も決まってないんであれですけど、まあ、やっぱり京都に行って地元のチームに対する気持ちも強くなってるんで、はい、まあ、来年もプレーできることになったら、うん、J2 に復帰できるように頑張りたいと思います。一度富山を離れてみると富山の良さっていうのをやっぱ再認識するもんですか？そうですね、やっぱりいいですね。いいですよね、はい、そうですよね。富山第一高校の出身ということなんですが、高校に行ったりもされるんですかね？たまに行きます。じゃあ後輩たち喜ぶでしょう。どうなんですかね。じゃあ一緒にこう練習に参加したり、はい、教えてあげたりするんですか？教えるってよりも一緒にやらせてもらうって感じですかね。そうなんだ、はい、じゃあ監督も嬉しいですよね。そうですね。あの富山第一高校卒業の先輩ってたくさんいますけど、はいはい、結構一緒にオフシーズンとかは来てくれたりするんですか？いや、自分の時とかあんまり、うん、はい、ああそうなんだ、まあ、地元にいないとなかなか ね来る機会もね、はい、遠いですもんね。じゃあこのオフシーズンは足運べそうですかね？行きたいと思います。やっぱりなんか原点に戻るとか、こう高校時代の思いを取り戻すとか、そういうのってあります？はありますね。じゃあ今富山第一高校の関係者聞いてたら、森さんオフシーズン行くそうですよ。ね、その他にもラジオネームカターレ頑張れさんからもメッセージをいただいていました。本当たくさんの、ね、応援メッセージが届いてますので、また、来季どの舞台であろうとも頑張ってもらいたいと思いますので、来季に向けてもう一度リスナーの皆さんにメッセージお願いできますか？はい、はい、まあ、本当に何も決まってないんで、うん、あれですけど、まあ、来年もプレーできることになったら、はい、全力で頑張りたいと思います。頑張ってください。富山のみんなが応援しています。今日はカターレ富山背番号36番ミッドフィルダーの森泰次郎選手にお話を伺いました。このコーナーでは選手やスタッフの皆さんへの質問、応援メッセージを募集していますので、メール、ファックスでお寄せください。ファックスは 076-441-0003 番、メールはstadio3@knb.ne.jp です。カターレ富山の情報はホームページにもアップされていますし、 Facebook、Twitter には公式ホームページもありますので、ぜひご覧ください。オフシーズンになったらこれしたいなっていうのあります？海外行きたいです。おー、ねえ、ようやく、ちょっとね、肩のにもおりますもんね。どこですか？ちなみに、いや、どこは特に場所は決めてないですけど、どっか行きたいです。観光ですか？それとも観光っす。いいな。また帰ってこられたらね、機会あったらスタジオにも遊びに来てください。カターレ富山の森選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ナイン、ナナナナイン、ナナナナイン、ナイン、ナイン自動車、あれが欲しい。